はい、こんばんは、魚帝国です。おかげさんでね、チャンネル登録者が5000人を、超えることができました。皆さんありがとうございます。ジャイアンとね、一緒に YouTube をやりながらなんと5000人を突破しました。皆さんのおかげです。あとショップさんのね、ご協力があってのことなんでありがとうございました。皆さんありがとうございます。今日はね、プレゼント企画はまたね、後日、動画で、はい、お伝えしたいと思いますけども、今日はねちょっと今こんな感じで説得力ないんですけど、単独飼育ね、アロワの単独飼育ってやっぱりいいよなという動画にしたいと思います。これはね1500の水槽ですけど、まあ今単独いてもここに1匹おるから単独にはなってないかもしれないですけど、まあ魚をね、大根営とか、まあ根営アロワナ3匹4匹ね買ってある人とか、いろんな魚をね4、5匹以上入れてる人に比べるとね、もちろんすごく少ないでしょ。これ何がいいかなということは、まあ苔とか生えますけど、水質がね全然悪化しないというか、掃除のね、このここはね、どうしてもオーバーフローなんで溜まっちゃうんですけど、これはまた後で拾いますけど、水のね入れ替えがね、言うたらそんなに必要ないんじゃないかなと今のところ思ってます。混泳してる時はね、もう2日に一遍だいたいこれぐらいね、変えていうのやってましたけど、もう今1週間余裕で1週間は、はい、変えてません。だから10日に一遍でも全然平気かなと。ちょっとね水が減るんでやっぱり追い足しっていうかな、しますけども、フィルターとかもね全然汚れないんですよ。でこれ特にオーバーフローやから、こっちからゴミが落ちないので、フィルターも汚れないんですよね。でもう一ついいのが、餌は生き餌とか与えてないんですよ。ほんでこのジャイアンがもう冷凍物とか食べなくなっちゃったんで、結局今、これですね、ミルワームと時々ですけど食べてくれるのが乙姫ですね。乙姫で、このピラニアもね乙姫食べてくれるんで、結構ねそういう乙姫やってたら水も汚れないんですよね。生き餌とかそういうのねどんどんあげてたらやっぱり水も悪化するんですけども、皆さんやっぱり単独飼育っていいですよ。まあ、これ単独飼育と思って見とってくださいね。今はちょっと冬場なんでね、水槽減らして電気代節約のためにここに入れてますけど、本来はこの子もね要するに単独飼育だったんで、はい、やっぱり単独飼育って皆さんいいですよ、ね、水のねもうほんまに汚れないですから。ちょっとつけました、ここね、ここでフィルターね、あるんですけど、落ちてきて、このフィルターがほとんど汚れないんですよね。丈夫やったら結構汚れるでしょ。だからゴミが吸うて落ちるんでね、汚れるんでしょうけど、これ吸うて落ちないんでほんまに水の汚れしかないというか、はい、こんな感じです。土台が多い方だと思います。私は皆さんにしたら少ないと思いませんか。で必ずね落ちてきたところにはこういうウールを入れてます。で落ちてきた後もね、この下にも必ずウール入れてます。これでかなりね、この下に落ちる量が、ゴミが落ちる量が減ってると思います。はい、でこの納豆菌のやつを縦にすることでゴミがね横に詰まらないでしょ。はい、これ縦にしてます。あとねということです、皆さんね。だこのウールも汚れないし、ここはちょっと拾わなあかんけどね、ゴミはね。だから皆さんね、まあ冬場はちょっと電気代かかるんですけどね、水槽をやっぱりできれば増やして単独飼育に近いような水槽をした方がいいんじゃろうかなと思います。水替えとか大変でしょ、思いません？毎日毎日なんかこの魚のためにね、時間を取られるのはやっぱり具合悪いんで、もしこれ10日に一遍やったら次に 4回でいいわけでしょ4回でね、その時も水はこれぐらいまで抜いて、半分で前ぐらい抜いて入れ替えたらいいと思います。それともう一つね、これがあるんでね、自分で作ってるこの、USB ちゃうわPSB がで、これも役立ってるかなと思います。はい、水質悪化したらね。でサンゴとかこれレッドなんて入れないんで、そういうのはサンゴ入れてませんということです。皆さん単独飼育やりましょう。こっちの水槽はね、もう僕からしたら大根営水槽です僕はね、
ここは大好評。これ水をね一気に変えれるんでね、ここはいいかなと思ってます。はい、ここはこれが大根栄ですよ。私はね、単独飼育にしませんか、ね、単独飼育もしくはもう2匹3匹、まあ3匹多いな、私からしたら3匹多いな。1200とか1500の水槽やったらもうやっぱりアロワナ1匹でいいと思います。すると病気もしないやろうしね、あの水替えの頻度も、簡単に済むのでいいかなと思う動画でした。皆さんね、大根栄している人皆さんすいません、ね、その人たちにはやっぱり魅力があってやってるんでしょうけど、私はやっぱりこうね、すれもないし噛まれることもないしね、ドカンピンでやってますんでこっちの方がいいかなと思いました。ちょっと狭いですけどね、奥行きは600なんで、はい、アロワナが60あるんでねまあ頑張ってやってます。そういうことです。皆さんチャンネル登録5000人突破記念ありがとうございました。ということで今日は単独飼育はいいぞというお話でした。